もうちょっと、もうちょっと、ペース落として、そうやって、行き急がなくていい。何百回、何千回、伝えてあげるよ。君は、一人ぼっちじゃないから。のびきりの笑顔を見せてよ。悩んで、踏ん張って、へこんだりして、何かと大変なんだよね。わかり、聞いてるとか、誰が決めつけられる。狭い選択肢から語ってるだけなんだ。不可能とか可能とか、二者択一じゃないさ。他にもいろんなこと経験できるから。ちょっと待てよ、ストップなんて人生じゃできないから、毎日が意味を持つんだ。かけがえのないこと、自分だけの明日を探す旅が人生さ。行こうよ、いつだって、いつだって、ありのままでいい。不器用な君の方が素敵さ。毎日か、毎日か、予測不可能を、完璧なシナリオ通りじゃないから。ため息ついてもいいんじゃない。いつだって、いつだって、ありのままでいい。不器用な君の方が素敵さ。毎日か、毎日か、予測不可能を、完璧なシナリオ通りじゃないから。ため息ついてもいいんじゃない。答えが何もないって嘆いてるばかりじゃ、そう始まらない、そう始まらない。 365日無限大の可能性、そうだ君にもあるさ。もうちょっと、もうちょっと、ペース落として、そうやって、行き急がなくていい。何百回、何千回、伝えてあげるよ。君は、一人ぼっちじゃないから。いつだって、いつだって、ありのままでいい。不器用な君の方が素敵さ。毎日か、毎日か、予想不可能を、完璧なシナリオ通りじゃないから。自分のペースでいいじゃない。悩んで、踏ん張って、へこんだりして、何かと大変なんだよね。明日が今日よりもちょっとだけハッピーになれたらいいよね。なれたらいいよね。